クッシュー。皆さんこんにちは、加藤です。今回は山岸一生に抗議しますということで、立憲民主党の山岸っていうクソバカにね、抗議したいなと思います。で、何があったかって話なんですけど、ブルーインパルスのね、曲芸飛行に関連して、彼がですね、この飛行機雲は手に届かないと、我々が欲しいのは手に届く現金だみたいなことをつぶやいてたわけですね。で、まあ詳しくは彼のツイートを見てください。で、確かにね、自民党の、コロナ対策っていうのかなっていうのは、まあめちゃくちゃだなとは僕も思います。なんだけど、今回ね、自衛隊がやっていた曲芸飛行っていうのは意味のある広報活動なわけですよ。そして、先ほど別の動画でも喋りましたけど、中国軍、ロシア軍の昨今の日本の領海領空付近での軍事行動に対してですね、日本の軍人たちが命を懸けて対応してるわけですから、こういったね、別問題をね、コロナ対策、ね、自民党が、まあちゃんと対応できてないっていうところと、国のね、安全保障、ね、国民の平和な暮らしを守ってると、ね、っていうものをなんかね、セットにして語ってるところでね、本当舐めてんのかこいつっていう感じがしてですね、本当に腹立たしいです。で、この山岸っていう議員はですね、まあ、クソヤバくて、調べてたらクソヤバくて、例えば中国の留学生が自衛隊員の身分証を偽造して持ってて逮捕された事件の時も、なんか彼が、工作員、いわゆる中国の軍人であるっていうことを話すんじゃなくて、なんかオタクのおかげで安全保障みたいな、なんかわけわかんないことつぶれてるんですよ。本来なら、そういったスパイが潜り込もうとしていたのを逮捕できたみたいな感じの線をですね、疑うのが一般的だと思うんですけど、それに対してなんか平和ですねみたいなことがないですよ。本当ね、やばいなっていう感じで、立憲民主党は、僕枝野は結構好きなんですよ。嫌いじゃないんですけど、福山哲郎とかね、この山岸とかね、本当クソバカがいるんで、枝野はね、さっさとこういうバカはやめさせて、まともな人間だけで立憲民主党をね、動かした方がいいんじゃないかなと個人的には思いました。はい、今回は以上です。クッシュー。